きつくユーザーに挑戦状。このパラメータの選手は誰？何度かやりましたが、今回は難易度を結構上げてみたいと思います。地味な架空選手も入れていきましょう。まずは実在選手から。このくらいだと似たような人はいるかもしれないけど、野球つくユーザーの方はとてつもない能力の方が多いので、わかる人もいると思います。自分がこれだけを見たら当てる気狂わないです。3球団を渡り歩き、35勝35敗3セーブ、防御率 3.7 という成績です。野球選手を引退した後、苦労されているお話も有名なこの選手。兄弟で野球選手というのも有名だし、いろいろ逸話がありますね。正解は入木優作選手でした。右投げのこういうパラメータの選手好きです。続いて俊足の外野手。足と肩がいいので外野手で花を咲かせました。小柄な割にフェンスをよじ登るイメージもあるかな。正解は飯田哲也選手でした。キャッチャーからスタートしたんですね。外野手のイメージが強いので全く知らなかったです。じわこの選手、ヒントは数字以外出しません。すぐ分かってしまうので、どのヒントもほぼ答えに近い気がします。ラミレス選手でした。外国人で2000本安打、横浜で監督した、ホームランを打った後のデギャグ、どのヒントも苦しいので出さない方向にしました。次は通算成績的にも納得するパラメータのこの選手。個人的にめちゃくちゃ好きなタイプです。難易度はかなり低めでしょうか。孤高の天才、物静かな職人のイメージがあった現役時代。引退後はお話が好きなゴルフおじさんですね。前田智則さんですね。このパラメータの選手を常に3番に置きたいです。理想的なクリーンナップの一人に入れたい。ジワコのパラメータです。サードショートが多いイメージの選手です。こちらも広島の選手。全部打かレベルの選手、長打がここまであるイメージはないですが、トリプルスリーを記録したこともあるからかな。正解は野村健次郎選手でした。突然ホームランが確率変動で打ったシーズンがあったので、それでこのパラメータなんでしょう。次はどうでしょう。若干難易度が上がるかな。守備がトップクラスで小技ができるタイプです。2010年に突然3割5分を打ったというこの選手、どうでしょうか。平野健一選手でした。もしパラメータを作り直せるなら、高打力は B に上げても良い気がしますが、どう思いますか。さあ難易度が上がってきました。じわこのパラメータです。結構高打力があるパラメータ。阪神のイメージが個人的には強く、619安打を打っています。藤本敦史選手でした。期待されていた分、高打力が B なのかなと思いますが、どうなんでしょうか。次はこの技があるタイプ。守備力が最強レベルでバントができますが、ヒットも打てるショートです。球団と成績ですぐ分かる人も多いかなというところで、難易度は低めです。難易度低めなのはここまでにしましょうか。宮本慎也選手でした。さてお遊びはここまでです。次から難易度高いのいきましょうか。
最初からヒントありきで出しましょう。実在している選手、中継ぎ、ワンポイントで活躍した投手です。吉高選手でした。イチローさんと在籍していた時代が同じなので、それで記憶はあります。左投げですから、ピンチに強いこの選手欲しいですよね。次はこの選手、世代にもよるけど選手のイメージがありません。コーチのイメージが強いです。自分は中日のコーチで初めて知りました。森重和さんでした。落合さんと一緒にいるイメージしかないです。次はこのパラメータ、自分は他の情報がないと絶対正解できないです。他の情報があっても正解できる自信がありませんけどね。野球つく3ではよく獲得していた記憶がありますが、2003だと能力が結構低いですね。正解は岡田翔吾さんでした。通算成績を考えると結構妥当なパラメータかもしれませんね。ちなみに3だと打撃が高打も長打も B まで育つので、結構違いがあります。さあ、ヒントもなしにしましょう。それだけで難易度が上がるはずです。何も言いませんよ、このパラメータだけです。高打力がやや高め、小技ができて守備も良い、内野全部に少し適性がある外野手。正解は三郎選手でした。ロッテファンの方で当たった人がいたかなという想像をしていますが、どうでしょうか。次はこの架空選手、どことは言いませんが大きなヒントが一つありますね。もし焼き付くドラフトがあるなら、個人的にはこの選手をとあるポジションで指名したい。正解は平正人でした。キャッチャーとしても一流の適性を持つ架空選手、良いキャッチャーがいない時に応急処置で使える可能性もありますね。そして最後、架空外国人投手です。ライトユーザー向けじゃない問題、ヒントはどこにあるのか。微妙なチェンジアップしか投げられないところ。オギュスト選手でした。知らないです。誰ですかってなると思います。お題を出してる自分でも誰ってなっています。今回はここで終了します。ご視聴ありがとうございました。